ャンプティビエ、皆さんスタバ好きですか？私は結構スタバが好きで、私の友達もみんなスタバが好きな人ですからよく行きますけど、スタバって結構カロリーが高いイメージがありますね。コーヒーとかいろいろなパプチーノとか、そういう牛乳が入ったお飲み物とか、美味しいんですけどカロリーが高いです。でダイエット中とか友達に誘われてスタバ行こうって言ってもなんかなんか、はい、寂しくなりますけど、実はスタバでもダイエットにいいものがあります。でドリンクとかフードもありますので、今日はそれを紹介したいと思います。買ってきました。じゃあまずはお飲み物です。こちらはパッションティーというもので、なんかヒビスカスとかそのようなものが入ったお茶なんですけど、こちらは結構ビタミン C とかいっぱい入ってて体にいいです。それにこうもらうとき、最初は砂糖とか何も入ってないですから、砂糖入れなくて もうカロリーがもうほぼゼロと考えてもいいです。じゃあ飲んでみます。酸っぱいけど結構美味しい味です。でこちらはホットで氷なしを頼みましたけど、ホットもアイスもあります。じゃあ食べ物紹介します。私の大好きなサラダラップです。これは本当に美味しくて私は大好きでよく食べます。じゃあまずはこちらの15アイテムのメキシカンアボカドのサラダラップです。いろいろな具材が15個も入ってます。ブロッコリーとかレタスとか大麦とかも入ってて、アボカドとかひよこ豆とか枝豆、とっても美味しいです。じゃあちょっとだけ食べてみます。見てください、中身いろいろ彩りですね。多分トマトとかパプリカも入ってるかな。もういろいろ入ってます。でこういうオレンジっぽいトルティーヤっていうかな、非常に美味しいです。なんかサラダなんだけどこういうものに包まれててとても食べやすいです。でこちらはちなみに302カロリーです。まあ昼とかだったら、まあ、ダイエットの時でもそんなに高くないですから、野菜ですしとてもいいです。次はチキンシーザーです。チキンが入ってるシーザーサラダってことですね。こういう緑に包まれてます。こちらもいろいろレタスとか紫キャベツ、あとチキン卵サラダも入ってます。こんな感じです。いただきます。おいしい。こちらはちなみに297カロリーです。で最後はこちらもうちょっとちっちゃめの、フルーツベジタブル&チキンサラダラップです。つまりレタスとか人参とかごぼうとか紫キャベツとかレンコンとか入ってます。じゃあこちらを食べてみます。中身はこんな感じです。人参とかごぼうとか見えますね。そういうなんていう根元の野菜のあれですね。いただきます。ごぼうの味が結構します。心地は一番ちっちゃくて一番カロリーが低いんですよ。175カロリーです。一番低カロリーで体に良さそうだと思います。では以上、スタバの低カロリーのドリンクとフードの紹介でした。ダイエットでもね、スタバ行きたいっていう人は行ってもいいと思います。低カロリーのものがありますので。ということで、私のお気に入りのスタバの低カロリーの食べ物とお飲み物の紹介でした。みんなもよかったら食べてみてください。